のチャンネルは、横浜 DeNA ベイスターズのことを好きになってくれる人が少しでも増えればいいなと思い発信しています。今回は NPB 歴代最強打線をベイスターズの系譜というお話をします。歴代最強水爆打線について、日本プロ野球の歴史の中にはたびたび強力打線が生まれます。阪神タイガースのダイナマイト打線、ダイマイオリオンズのミサイル打線、ダイエーホークスのダイハード打線など、ベイスターズではマシンガン打線が有名です。数々の強力打線が生まれた長いプロ野球の歴史の中で、特に異彩を放つのが水爆打線。1950年の松竹ロビンズの打線についた名前です。実はこの松竹ロビンズというチームは、1953年にベイスターズ、当時の大洋ホエールズと合併しています。その後、松竹が球団経営から撤退したことで、球団は完全消滅という扱いとなっていますが、太陽松竹ロビンスを名乗っていた時期もあることから、ホエールズと並んでベイスターズの前身といえる球団です。マシンガン打線を超える破壊力を誇った水爆打線、ベイスターズファンとして知っておきたい打線です。水爆打線の成績では、成績を見ていきましょう。注目ポイントがいくつもあります。まず注目は3番の小鶴選手。小鶴選手は現在もシーズン記録を3つ持っています。この年に記録したシーズン143得点、376塁打、161打点は70年経った今でも破られていません。特にシーズン打点記録2位には1999年全盛期マシンガン打線のローズ選手の153となっており、1位2位をベイスターズが独占していると言えます。ちなみに小鶴選手はセリーグの初代ホームラン王でもあります。続いての注目ポイントは4番の岩本選手。元祖神主打法の選手として知られています。打率3割1分9厘、本塁打39本、盗塁34個とトリプルスリーを達成しています。実はこの年、岩本選手は38歳、初代トリプルスリーでありながら今なお破られない史上最年長での達成となっています。ちょっと20代の頃に比べて衰えを感じている全国の30代の皆様、30代はまだトリプルスリーを狙える年齢です。小鶴選手、岩本選手、大岡選手でクリーンナップを形成し、3選手とも100打点を超えています。ちなみに大岡選手も岩本選手と同い年で38歳ですが、ホームランを30本以上打っています。数え年で小鶴選手28歳、岩本選手38歳、大岡選手38歳と100歳超えクリーンナップとなっています。また大岡選手は37歳でプロ野球選手となった異色の選手です。この他にもスタメン選手9人のうち7人が盗塁を10個以上決めているとか、7番8番の選手ですら50打点以上記録しているとか、おかしなところはありますが、この打線の一番すごいポイントは真田選手です。真田選手はピッチャーでありながら打率3割1分4厘、ホームラン2本、打点36を記録しています。それも197打席たっての記録ですので、ほとんど野手と言っても過言ではありません。実際サードを守れたようです。
また、この年の真田選手は防御率こそ 3.05 ですが、39勝12敗、完投28という驚異的な成績を残しています。セリーグ初の沢村賞を取りつつ、バッターとしても活躍した二刀流選手でした。総評。当時はセパ2リーグ制になって間もない時期であり、選手の実力差が激しい時代。狭い球場も多く、飛ぶボールを使っていたことも手伝っての打線ではありますが、シーズン908得点を挙げており、歴代シーズン最多です。1試合平均 6.63 点を記録しています。1試合平均の記録は、歴代屈指の打高の年となった2003年ホークスのダイハード打線が 5.87 点、バックスクリーン3連発を放ったタイガースのニューダイナマイト打線が 5.62 点です。DH 制のパリーグも関係なく圧倒できます。機動力、長打力、勝負強さが凄まじいだけでなく、投手が3割バッターというとんでもない打線でした。近代野球で水爆打線を超えることはまずないでしょう。その後、この年松竹ロビンスは98勝を挙げ、2位中日に9ゲーム差をつけてセリーグ初代王者となりました。しかし、水爆打線は長くは続きませんでした。飛ぶボールの使用禁止、親会社の経営悪化による主力選手の放出など、悪条件が重なっていきます。翌1951年は、なんとか4位に踏みとどまったものの、1952年は84敗を喫して最下位。1953年にバイオンホエールズと合併。その後、松竹が球団経営から撤退したことで、松竹ロビンスは完全消滅となりました。ベイスターズも松竹ロビンスに負けない強力打線を形成できるよう応援しましょう。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。